占い師のクリスティです。アシスタントはしげちゃん、お願いします。はい、セブンティーン祭り、イエーイ。第2弾はですね、ヒップホップチームを鑑定したいと思います。でですね、皆さん、栗先生はとっても面倒くさがり屋なので、エネルギー指数や九星気学については1本目見てください。はい、第1弾を見ていただければすごくスムーズに見られると思いますので、皆さんぜひ第1弾から第2弾見てください。第2弾から見て、なんじゃこれって思われる方はやっぱり第1弾を見てください。よろしくお願いします。はい、それでは早速、エスクス、あのね、本当に難しいの。あのね、エスクプス君。はい。エスクプス君。あ、これ言えないね。エス君でいきたいと思います。エス君で。はい。それではエス君でいきたいと思います。エス君はですね、やっぱりね、あの、第1本目からね、はい、言っているね。はい。ありがとうございます。旦那さんに向いていません。向いていません。だからそっから言うな、みたいな。いや、本当はね、すごいいい星なんですよ。うん、あのね、最強星持ってて、はい、で、根が真面目で、うん、ものすごいいい星持ってた。なんだけど、旦那さんには向いてなかった。ありがとう。もうね、アイドルといえばね、はい、もうクリス先生もね、女性をしか見ないみたいな、うんうんうん、まあね、大事ですよね。で、彼の場合はですね、やっぱさすが、あのね、才能に最強星持ってるんだけど、はい、それがね、海外の。海外。だから海外で大成功する、うんうん、素晴らしい星を持ってました、はい。でね、さらにね、社長タイプなんですよ。おっと、このタイプはね、会社やらすとね、うん、間違いない。あれ、アイドルだった。まあ、ゆくゆくは。デス君のエネルギー指数なんですけれども、総指数は209で平均でした。で、魅力は33、平均ですよね。で、学習能力は52、高めです。で、表現力が20、ちょっと低め。で、攻撃力がね、52でちょっと高めなので、初めてですよね。はい、うん、あのね、セブチの中でね、みんな低かったんですけれども、あの、S 君のね、攻撃力は52ってことなので、これはどういうことかっていうと、やっぱね、こう、我が強い。はい。だからもうね、あの、人の意見が聞けないんで繋がってくるんですけれども、52ぐらいだったら、もう、抑え込めるかなと。抑え込める。でも周りが優しいメンバーばっかだから、うん、結構ね話通りやすいかも、ね、そんな感じで見ると楽しいかもしれません、うん、で守備能力も52、はい、でもね大丈夫、守備能力が高いから周りちゃんと見てるから、うん、頭もいいしね、やべえ、エス君問題ないの、問題ない、うん、そうなのでね、そんな問題なかったです。こうやってね、なんかこう周りのメンバーとね兼ね合わせてみるとすごくいいと思いました。はい、続きまして、バーノン君に行きたいと思います。バーノン君がね、意外だったのが、はい、すっごい地味な星してるの。まあ、たまにね、タレントさんとかで、全然スター星とかも持ってないのに、バーン行く人いるんで、まあ、彼もこのパターンなのかなと思うぐらい、めっちゃ地味な星なの。はい、なんでかというと、あれね、目立ちたくないまであるわけ。なんだけど、彼多分ね、ものすごく優しくて、すっごい地道で努力家みたいな。うんうん、だから、根性だけでやってきたみたいな。なるほど。まあ、違ったら申し訳ないけど、なんでかアイドルになっちゃったとかだからね。うんうん、あれなんですけど、でもね、すごいこの星のタイプって粘り強いんで、はい、一度出たら引っ込まないのがこの星です、うん、もうね、努力家っていうところがね、すごいミソだと思ってます。なんですけれども、ウキウキ、ウキウキ、何がウキウキ、はい、もうね、これ見たことないです。はい、女性運ですよね。はい、バーノン君の女性運、見たことないぐらいすこぶる悪かったんですよ。どういうこと、どういうこと。いや、もうさ、裏切られ破れるわみたいな。だからもうバーノン君ね、もうアイドルやってた方がいいかもしれない。おーおーおー、もうね、さらに彼の場合もっとかわいそうなのが、うん、25歳から35まで恋愛最悪期、はい、ららららら、もうね、どんな女性に出会ってもね、うまくいかない。じゃあもうアイドルまっしぐらだね。いや、だからこんだけ地道で努力家だから、もうね、今まで通り続けていけばいいと思いますよ、うん、本当に、うん、もうね、何様だみたいな。さらに彼の場合ね、超受け身なんですよ、はい、だからね、恋愛したら苦労しかないと思う。そっか。まあ、ぜひね、バーノンファンの皆さん伝えてあげてください。伝えてあげて。もう本人からしたら、って大体なんかアイドルの方とか鑑定してこういうこと言うと、って言われるんだけど、アイドルだよねみたいな。だよね、だよね。大事です。この流れ1本目からどうぞ。なのでね、まあまあ、でもね、彼の場合エネルギー指数が素晴らしかったです、うんうん、やっぱこうやってなんかあれっていう星の方ってエネルギー指数がすごくいいんですよ、はい、やっぱなんかあれアイドル向いてないんじゃないっていう方こそ、うん、エネルギー指数がすごい。はい、いきますよ、はい、エネルギー総指数258。もう高い。やっぱね、アイドルですよ。もう何やっても平気だもん。うん、もうね、どんなことでも耐えれる数値。はい、だからね、さすがバーノン君。エネルギー指数素晴らしい。魅力がまたすごい。お、あのさ、九星気学地味でもうここで来るんだよね。うん、魅力が88。お、高い。勝手に人集まってくるし、うん、お金も集まってくるし、だからバランスやっぱ取れてるんだよね。そうだね。面白くない？両方見るとやっぱいいですよね。いいですね。で、学習能力がね、17だったから、恋愛しない方がいいもん。学ばないから。そう。同じこと繰り返す、うん。学習能力が低いとね、同じこと繰り返しがちなんですよ。だからね、恋愛もね、ずっと失敗します。これさ、バーノンファンめっちゃ怒るんだよ。バーノンファンの皆さん、味方です。味方です。本当に味方です。
でね、表現力66。だからね、オリジナルの自分だけの個性を出せるタイプですよね、はい、素晴らしい。でね、攻撃力が13、低い。やっぱね、誰の言うことでも聞けるアイドルですよね。で、守備能力が69、高い。もう間違いない、うん、やっぱね、セブチはね、特殊な子の集まりだと思いました。続きまして、ワヌ君に行きたいと思います。ワヌ君はですね、あのね、生まれながらに、ちょっとね、実はね、ちょっと苦労しちゃったりとか、スムーズに進まないみたいな星が入ってて、あれって思ったんですけれども、はい、さすがです。才能に最強星。はい。だからもうね、才能に最強星持ってるってことは、その才能でご飯を食べていく道を選ぶってことなので、うん、この苦労はね、大したことないと思います。はい。しかも、あのね、すごい根性があるんですよ。うん、だからこの苦労に負けない根性を持ってるので、はい、やっぱバランスすごいいいなと思いました。うん、やっぱね、生まれながらに悪い星が入ってたりとかしても、他でこうやって補強されてたりするので、見方によってね、全然違うと思いますので、私の中ではこれはすごい OK でした。はい。でね、すごい気質も真面目なんですよ。うん、だからね、努力して、ちゃんと道を進んでいくってそういうタイプですね。で、あのね、彼ね、晩年すごいんですよ。はい。なんと、30歳から35歳まで、人生最強な時期が来るんですよ。おー、いいですね。だからね、これね、すごい今後が本当楽しみな人だと思いました。で、ワヌ君のエネルギー指数なんですけれども、なんかさ、セブチみんな低いんだよね。はい。ワヌ君も、総指数155。うん、うん。だからやっぱり、低いとね、自分の好きなことしかできないので、はい、やっぱね、この道っていう一本だけに集中した方がいいと思います。で、魅力が15、低いので、これはですね、やっぱさっき言ったみたいに、高いと勝手に人が集まってきて、勝手にお金も集まってきてって感じなんですけれども、低い人は自分で努力するとすごくいいと思います。で、学習能力が25、あれ、低い。なのでね、ワヌ君もね、バーノー君と一緒でね、盛り上げしない方がいいと思います。そうです。やっぱね、低いとね、はい、繰り返すんですよね。これしょうがない。で、表現力31、平均的でいいと思いました。で、また来たよ。セブチすごいな。はい、攻撃力0。もうさ、攻撃力0ってことは、本当にアイドルとしては何でもできるし、何でもこなせるので、うん、やっぱね、セブチってすごい軍団だと思います。はい、で、守備能力は84。高い。いや、もうだから見る目あるし、うん、ついてく人間間違いないし、客観的にね、ちゃんと人のね、こう目とかも気にせるタイプなので、はい、すごいね、間違いないと思いました。なので、モノ君はですね、このまんま突っ走っていくのがすごくいいと思いました。それではヒップホップチーム、ラスト、ミンギュ君に行きたいと思います。もうさ、ミンギュ君が大変だったの。はい。もう何が大変って、まあすごいイケメンなんだけど、ミンギュ君って。うんうん、いやもうさすがよ、セブチの中で一番、ドヒモ星！出た、出た。いやもうね、ドドヒモよ、ドドヒモ。はいはい。絶対証拠もあんない。しかもね、うん、もうね、本当に命がけで見つかれるタイプ。で、うーわ、これちょっと大丈夫と思ったらね、大丈夫どころかね、いろいろ大変だったんだけど、うん、まあドヒモでええって感じじゃん。はい。まあね、ヒモってね、そんな悪い意味じゃなくって、女性に支えられる素晴らしい星、アイドルが持ってるとね、一生ご飯に困らないって言われてぐらいね、素晴らしい星なんだけれども、安心してくださいどころか、ちょっと皆さんすごいですよ、もうてんこ盛りですよ、はい。まず結婚に向いてない、はい。で、旦那にも向いてない。おっと。で、女性も悪かった。なのでね、あのね、まあすごい支えられるから、うん、もういいんじゃないかなっていう、うんうん、もうだからもうね、結婚するとね、めちゃくちゃ苦労するよ、女性が、うん、だからもうね、ペンに支えられて、はい、まあね、まあ、恋愛期とかはちょっとまだね、見てないんだけれども、かなりね、性格もね、癖強い、うん、あのね、性格めっちゃ面白い、はい、表に超さっぱりしてるの、うんうん、なんだけど中ネチネチみたいな、ネチっこいみたいな。そうなんだ。そうだから俺別に全然平気だけどネチネチみたいな、そういうね、面白いでね、あげくに恋愛もね、壊れやすいのよ、やっぱほら、そういうので。なので、めちゃくちゃいろんな人に、女性にね、もうドヒモで支えられて、もうそのままキラキラ輝いて、このままアイドルを続けてください。うん、で、ミンギュ君、さすが、はい、エネルギー指数、セブチの中で一番高い。総指数、なんと278。高いですね。いやもうね、さすがだよね。もう何でもできるよね。うん、でさ、びっくりしたんだけど、ドヒモじゃん、はい、ドヒモな上に魅力、うん、90。おもうさ、一生困んないよね。はい、いやもうね、結婚しなくていいと思う。うん、こんだけ魅力高いと、もう勝手に寄ってくるから、はい、まあ大変だよね。でも付き合ったらネチネチだよ。でね、学習能力も高いの、はい、46、うん、だからね、これね、かなりね、相当なんか頭のね、回転のいいアイドルだよね、うん、そうですね。で、表現力も40でね、ちゃんとオリジナルの個性あるし、はい、で、ちゃんと攻撃力低いの、うん、14、これいい男だな、そうだね、イケメンだな、うん、なんかイケメンであってありがとうな星だな、そうだね。でね、守備能力が88、だから見る目もめちゃくちゃあるの、さっき言ったみたいに、だからもう完璧な素晴らしいアイドルだと思いました。だってさ、もうね、ドヒモでめちゃくちゃ恋愛ダメってもう完璧じゃない、うんうん、ありがとうございます。ミンギュ君、最後にふさわしいメンバーでした。
ヒップホップチーム第2弾いかがでしたか？第3弾もありますので、ぜひ第1弾と合わせてご覧ください。でですね、クリスティの公式サイトの方でエネルギー指数は無料で配布しておりますので、詳しくは概要欄を見て、ぜひ遊びに来てくださいね。それでは皆さん、また第3弾でお会いしましょう。じゃあね。